チャンネルはそのまま。は、佐々木智子による日本の漫画。小学館、週刊ビッグコミックスピリッツで、2008年19号から2013年22.23号まで、月1回ペースで連載された。単行本は、全6巻。北海道のローカルテレビ局を舞台として、新人記者のバカぶりを描いたコメディ漫画。主人公の雪丸花子が、部に配属された6月から、 翌年5月までの1年間を描く。コメディタッチながら表舞台には出ない編成部や技術部や営業部の奮闘ぶりも描かれる。漫画制作には北海道テレビ放送が全面協力を行い、端末の協力欄に広報部員が名を連ねる。2019年に HTB 開局50周年記念作品として連続ドラマ化。ドラマは 日本民間放送連盟賞、番組部門、テレビドラマ番組最優秀賞、及び同賞テレビ部門グランプリを受賞した。北海道テレビに、バカ枠で採用された雪丸花子は、報道部に配属された初日、ハプニングでいきなり大雨中継を任される。散々な結果に終わったが、視聴率はその日のトップを飾る。その後も雪丸は、騒動を起こし、 周辺の人々はそれに巻き込まれる。2018年6月25日、北海道テレビ放送の開局50周年、記念作品として連続ドラマ化されることが発表された。総監督に、本校か幸を起用、同局の人気番組、水曜どうでしょう。ディレクターの藤村忠久と、嬉野正道も、監督と、プロデューサーで制作に加わっている。 2019年3月11日からネットフリックスで独占先行配信され、3月18日から22日まで北海道テレビ放送で5夜連続放送、以後テレビ朝日系列各局で順次放送されている。同年9月10日に主演の方根強行をはじめとする主要キャストが発表され、9月19日に主要キャストスタッフによる記者会見が行われた。 11月5日には追加キャストとして、チーム、ナックスのメンバー5人が総出演することが発表され、クランクアップを迎えた11月6日の記者会見では、鈴井高之をはじめ、クリエイティブオフィス級の所属タレントが総出演することが発表された。この他にも HTV のアナウンサーらが、劇中のテレビ局の社員として随所に出演している。ドラマ撮影にあたって、 移転後の北海道テレビ放送旧車屋を北海道テレビの同社の新車屋をヒグマテレビのそれぞれセットとして使用。また札幌市交通局東方線の副住駅をはじめとする札幌市内でも撮影が行われた。HTB 旧車屋は本作の撮影終了をもって完全にその役目を終え約50年の歴史に幕を下ろした。第四話で 桃色クローバー Z の桃田香な子が亀を出演したことから2019年3月13日にはテレビ朝日桃黒ちゃん桃色クローバー Z チャンネルにて桃黒ちゃんチャンネルはそのまま舞台裏 SP として本作品の制作の舞台裏が放送された2019年日本民間放送連盟賞の番組部門テレビドラマ番組最優秀賞を受賞し後日 2019年日本民間放送連盟賞のテレビ部門全体においてグランプリも受賞した。同賞でドラマがグランプリを受賞するのはこの作品が史上初。主要登場人物については登場人物を参照のこと。北海道テレビヒグマテレビ雪丸やその他放送、配信については、まず2019年3月にネットフリックスで先行配信を実施。 引き続いて、制作局の北海道テレビ放送で5夜連続、放送の後、テレビ朝日系列各局が放送に踏み切り、さらには、他系列のローカル局や、独立局、クロスネット局が、HTV から放送券を買い上げ順次放送した。その後、2019年日本民間、放送連盟賞グランプリ受賞記念として、2020年1月5日12日19日に、 テレビ朝日系列24局で全国放送された。なお、HTV など一度放送されたつぼねも放送された。ネット配信制作局放送他局がローカル枠で放送全国放送という一般的ではない放送順序となったことについてメディアアナリストの鈴木雄二は当初キー局のテレビ朝日が全国ネットでの放送を採択しなかったため、 制作コストを回収するためにまずネット配信を行ったというものであり、全国放送は記念放送という、もともとテレビ朝日が予定していなかった放送のためだと述べている。HTB がネット先放送後という放送手順を取ったことで、HTB 内でもローカル局制作の連続ドラマを全世界に発信できるという経験を得たという、放送局配信元、ありがとうございます。